ダニー・フォックスは、イングランド・ウィンスフォード出身のサッカー選手。登録ポジションはディフェンダー。イングランド U-21 代表として1キャップを記録しているが、2009年10月の日本戦で、スコットランド代表に招集された。この時は、怪我を理由に辞退したが、翌月のウェールズ戦で、スコットランド代表デビューを果たした。エバートン FC のユースアカデミーから、 トップチームに昇格しプロ契約を締結する。2004年10月のアストンビラ FC 戦で初のベンチ入りを果たすが、その後も試合出場はなくスコットランドのストランラー FC にレンタル遺跡に出される。11試合に出場し、スコティッシュファーストディビジョン昇格に貢献したが、エバートン FC からは2005年夏をもって自由契約となった。 彼の自由契約にいち早く動いたのが、ウォルソール FC であった。2008年夏の遺跡市場で、リーズユナイテッド FC から遺跡金30万ポンドのオファーがあったと報じられたが、クラブがこれを拒否した。しかし上位リーグでのプレーを望んでいた、彼は2008年1月28日、クラブの提示した遺跡金を承諾した、コベントリーシティ FC と2年契約で遺跡する。 この時、ウォルソール FC で DF ラインを組んでいたスコットダンも3日後に同クラブへ移籍している。2009年7月16日、ノッティンガムフォレスト FC は移籍金として約200万ポンドを提示したが、クラブはこれを拒否。セルティック FC からの入札を受けた後、グラスゴーでメディカルチェックを受けている姿が目撃され、2009年7月24日、 移籍金150万ポンドで、セルティック FC の一員となった。その後、エンブリーカップの対、あるアハリ戦に向けて、すぐに、チームに合流した。セルティック FC での初出場は、チャンピオンズリーグ予選の対 FC ディナモモスクワ戦。それ以来、左サイドバックの定位置を確保している。2010年1月、バーンリー FC へ完全移籍 2014年1月30日、ノッティンガムフォレスト FC へ、レンタル移籍。その後2014年5月9日、同クラブへ3年契約で完全移籍。2019年1月29日、ウィガンアスレティック FC へ移籍した。ありがとうございます。